しもちゃんです。モンスターハンターフロンティア Z、 ついに、まあ、残り1ヶ月となって無料開放されましたということで、あれですね、ステータス見ると、ハンターライフコース、エクストラコース、12月18日の21時までということですね。はい、というわけで今日は、なんか今週からいろいろ配り出したりしてるんで、その辺のあたりを見てみようかなと思います。アイテム受け取り、なんでしょう。あ、秘伝加工作ろう1、花粉ですね。なんか結晶とかもらえますと。これが1個目もらえて、それから2個目とかは、なんか、なんだろう、試作型、地山、土、マグネットスパイクですね。なんか、この武器を持ってればって話ですね。なんか、クエストかなんかで作れるんですかね。スラッシュアックス。この辺はなんかクエストあったらやってみようかなと思いますが、とりあえず、今日は、クエストじゃない方でちょっとやってみましょうかね。他はもう、あれ？なんか配ってるんじゃないですね。そうですね、くじ。あれですよね。課金の、ひどい課金をさせるくじを。くじが、1回タダでできる、毎日1回タダでできるんでしたかね。それと、あと、紙切れ、いっぱい溜め込んだ紙切れでやれるみたいなんで、ちょっとやってみようと思います。お客さんついてるにゃ、なんと今だけできる一押しの品を集めたくじを販売中だにゃ。はい、運試し行ってみましょうかね。どれだろう、ノーマルかな。ラビー玉くじ、1日1回ラビー玉くじ。ラビーも やっときたいとこなんですけど、あれまあ、時間がかかるしね、誤作法とかもなんかあるような感じで、ちょっと、どんなのかって言うと、でっかい蛇、もうキャラクターがすると壁みたいになってるような蛇っていうか、そういう蛇型のモンスターを、最大32人だったかな、まあ、レイドみたいなもんですね。モンハンでレイドっていう感じで、あるんですけど、なかなか、ぼっちはね、手を出しにくいんで、まあやれたらやりたいなと思いますけど、とりあえず今日はこの9時だから、ラビーのクエストをできやらないから、弾とかもらえると嬉しいなっていうところですね。ノーマル9時、なんだろう、ギルドの推薦状10個、推薦状を、消費してやれるんですね。はい、わかりました。いっぱい持ってるんで大丈夫です所持数999とか言ってますからね。はい、1回やってみましょう。さあ、猫くん、カーン、何ですか。あ、ラビー、ん、極剣玉 GX13 個。ほう、どんな効果ですかね。どんなスキルなのかわかんないですけど、とりあえずもらえたんで嬉しいです。はい、当たりチランってありますね。当たりチラン見てみましょうか。あれ、どれで見るんだろう。あ、これか。おう、けん玉 GX、 それから今日もう極、あ、レアリティ高いじゃないですか。すごく嬉しいですね。確率 0.5% ですよ。そんなものが当たりましたよ。幸先いいですね。はい、で、それからまあ送っときましょう。はい、で、次がノーマルくじがそれですね。ステッ
ップアップボックス、金ピカステップアップは金ピカのなんか課金の小判がいりますよね。ボックスくじ、イベントボックスくじ、これですかね。新秘伝ボックスくじ、これかもしれません。ああ、紙切れ、そうです。ポルタカード桜10個、8連くじ。ああ、在庫数はいいんですけど、ポルトカード桜80個なんて平気で持ってますよね。999ですからね。はい、行きましょう。はい、どうですかね、猫くん。もうこの、何ですかね、あ、なんかいっぱいもらいましたね。神道真珠。なんかよくわからないですけど、たくさんもらいましたね。当たり値は見てみますか。みんな一緒ですから、これ。ああ、これあれですよね。あの、武器種ごとに弾あるんで、みんな同じ確率ですね。在庫なしとかいうのはありますね。そうすると川柳コンタチマグネットスパイクタチ、残ってなんだろう、層は笛ですよね。字は、マグネットスパイク、あ、ハンマー欲しいんで残念ですね。じゃあ続けていきましょうか。いっぱい回せますよ。というか999になってますけど、これカウンターが999までしかないんで、それ以上に持ってますね。はい、行きましょう。もうスキップ。ドンってドン。あ、ドン機銃。あ、ドンキ。ハンマー来ました、玄武。5つ。いいですね。はい。まだまだいけますね。じゃあこのボックス全部ボックスを開けましょう。ぴゃーん。紙切れなんでもっとでもしょうがないですからね。ドンキない、あった、一番上ドンキでしたね。はい、もう一回いきましょう。はい、スキップ。ドンキいませんドンキいません。はい、スキップ。あ、ドンキいました。ドンキ10玉100個もらいましたね。はい、次は言いましょう。はい、次来ませんね、ドンキ。はい、どんどん行きましょう。あ、ドンキ来ました。青龍も来ましたね。在庫数が不足してます。もう全部開けちゃいましたかね。はい、全部開けても999持ってますね、ポルタカードはい、はい、全部箱の中へ行ってください。はい、なんか嫌な感じになりますね。あ、もうないですね。はい、結局のところステップアップくじはもう全部開けましたということで、弾全部もらいましたと。ということで、他できるのはもうないですね。金ピカか。金ピカは持ってません小判持ってません。そうですね。ということで課金くじはできません。ノーマルくじはもう1日1回ですと。ボックスくじもそうですね、金ピカですから、これは金ピカ小判ですんでありません。ということで今回そうですね、もらえたのは山ほどの玉です。玉見られました。取り出すみたいな感じでやると、あ、例えばドンキ銃玄武、忠義とため威力ですか。あれ、そんなもんでしたっけ。
シンドン機銃。普段使っているのはちょっと待ってください。あ、これじゃダメです。ちょっとあれ？外出ちゃいましたね。外じゃなくてマイハウス行きたかったんですけどね。はい、マイハウスへ行って、装備変更。この辺りかな。忠義鈍器銃ステータス、鈍器銃ですよね。ステイじゃ、装備ステータスですね。足の高にはめてますね。鈍器銃、GX で白虎だと忠義6のため短縮2ですか。忠義6ため短縮2。鈍器銃、鈍器銃、鈍器銃。あ、スダクじゃないですね。私が今はめてんのは剣舞でもないですね。白虎でしたっけ。鈍器銃、鈍器銃、白虎でしたっけ。違う、攻撃ですね、白虎は。鈍器銃、鈍器銃、これか。あ、やっちゃった。あ、これですね。忠義天台、あ、違うな。違いますよ。鈍器銃の、鈍器銃の、剣舞でしたっけ。ああ。ため威力3、忠義6。ちょっとパワーアップしてるんですかね。ということで、変えてみましょう。変えてみましょう。あれ？装飾品を一旦回収します。で、装飾品を装着。はい、装着。それで鈍器銃、鈍器銃、あれ、鈍器銃、あ、これだ。これですね。新鈍器銃ですね。そうすると、ため威力が2になってますね。ということで、これを見てみると、マイセットで、これ見ると、あれ、3って書いてありますけどね。あれ、どうやって移動するんですか。キーとしては3なんですけどね。バックステップ、違う、 RS、 ん？ R3？ あ、これか。はい、ため威力アップ2じゃないですか。あれ、何も変わらないじゃないですか。なんか意味ありましたこれ。ため
威力アップ2より上ないですからね。そうするとちょっと待ってくださいよ、攻撃を加えることで装飾品を回収します。回収します。剣棒1個抜くと溜威力アップは減りませんので回収しますと、はい、でその代わりに、あ、これもう一回これを外すと溜威力アップ減りません。はい、でこれを外すと減らないですね、溜威力アップ。まあ注意はいいですけど、溜威力アップ減らないですね。そうするとここに装着で、攻撃の弾を、鈍器銃、攻撃の弾をポインって入れますと、ね、そしたらステータスで攻撃、あ、そんなにはいらないですね、攻撃50あればいいんで、そうですね、1個減らしましょうかね。いや、何がしたいかというと、ちょっと待ってくださいね。ステータスで、状態異常を、増やしたいんです。ということは、攻撃の弾を2つ抜いてもいい話ですね。この状態で、装飾品回収、応対玉をしてですね、対状態異常攻撃、これを状態異常、装飾に装着で、ここで状態異常、対状態、山ほど弾が増えました。対状態異常、対状態異常、対玉、状態玉 G、 違う、あれどれでしたっけってなんですね。攻撃、あれ、状態異常の弾がどこへ行ってしまいました。状態、違う、対状態異常、あ、これですかね。これをはめてみると、あ、合法減りました。あんまりこう安直にやらない方がいいですね。はい、こんな感じで、本来ならそうですね、秘伝の防具とかをこう、一生懸命鍛えてそれを玉にすると、まあフロンティアのひどいところなんですけど、防具をせっかく強化してそれを玉に変えるっていうのは非常に抵抗あるんですけどね、そういう感じで作らなきゃいけない玉が、簡単に全部揃ってしまいました。これハンマーだけじゃなくて 全武器種の、秘伝の玉が揃いましたんで、そうですね、他の武器種とかでもかなり、そうですね、スキルがつけやすくなって助かりますね。なんかもうインフレみたいになっちゃうんですね。はい、というわけで、今回はそうですね、ハンターランクじゃない、G ランクが
高い人だけだったかな、うん、人はもうあの玉、大放出で配ってますんで、まあやられる方はさっさとまあもらって、でいろんな武器種でこう楽しんでみたら見てはどうかなと思います。あとご報告ですが、散々、宿敵のエルゾリオンさんたちとかと戦った結果、まあ、4つクエストクリアしたんですけども、今日その、抽選の発表がありまして、見たところチモちゃん大当たりしてました、ラバスト当たりましたということで、そう今とても喜んでいます。じゃあそれでは、まあ、今日はこの辺で、終了とさせていただきます。まあもうあのフロンティア、無料開放が始まってますんで、まあこうせっかくですんで、まあ、復帰されて、まあ、楽しんでみてはいかがですかね、いかがですかというところですね。それでは、皆さん、ご視聴、今回もご視聴ありがとうございました。おやすみなさい、またねということで、アクションは、まあ、喜んでいるという感じですね。はい、ではさようなら。